はい、どうも、三山です。今日もね、いろいろ作業をやっていきたいと思います。何しよっかな。洗い物しよっかな。何やろっかな。あ、そうだ。はい、この子、奄美平田のメスですね。実はですね、数日前にいろんな種類をね、交尾させようと思って撮影を試みたんですけど、交尾成功ならずということで、まあちょっと撮影は諦めてね、同居させて様子見てました。でね、数時間後に様子を見に行ったら、見事に連結してました。交尾成立ということで、もうね、その後十分餌食ってますので、この子のね、産卵セットを作っていきたいと思います。はい、今回使うのはこちら。いつ買ったかわからない瓦材ですね。これなんで買ったんだっけ。あ、多分去年大クワガタの産卵セットで使ったんだ。いくつか使いましたね。で、存在を忘れてたんですけど、最近ね、ブリードルームを掃除した時に見つけました。段ボールの中に入ってました。あ、こんなんあったんだと思って、何かに使えないかなと思ってたので、まあちょうどよかったです。この瓦材使って、サンナセット組んでみようかな。去年ね、奄美大島で採集した奄美平田はですね、サンナセットをマットだけで組んで、産みませんでした。失敗しちゃいましたね。はい、なので今回ね、この材を使って産ませてみたいと思います。さあ、果たして瓦材は相性がいいのかわからないですけどね。ちょっと心配ですけども、マットのみよりはまだ期待できるかなっていう、そんな気はしますので、この瓦材使って組んでいきましょう。はい、それでは樹皮を剥いでいきましょうかね。100均包丁出番です。おお、若干かびてますね。でもまあ樹皮を剥がせば問題ないと思います。よいしょ。はい、ビニール取れました。でね、これ見てください。結構柔らかいです。ちょっと平田クワガタ、これ材をバラバラにするんじゃないかっていう不安が頭をよぎったんですけど、でもまあやってみよう。よし、じゃあ樹皮を剥がしていきます。見てください、菌糸のこれ、飛膜っていうんですかね、結構分厚いです。やっぱね、外はちょっとかびてても中の材は綺麗ですね。あ、でも見てください、ブヨブヨしてる。ほら、これは柔らかすぎる。あー、ちょっとこれはまずいぞ。これは柔らかすぎます。もう菌が中に蔓延しちゃってますね。相当分解してます。うわ、ほらほらほら、手で。これはあまりにもやばすぎてダメかな。これはちょっとあまりよろしくないですね。でもさ、一応やってみます。これでね、こんな状況でも産むかどうかっていうのも一つの経験になるので、やってみますね。柔らかい。
あ、芯は硬いですね。芯は硬い。ここ見て、この周り見てください。スッて入っていく。ほら、スッ。よし。はい、ということで一応向けました。これを使って3段セット組んでいきます。はい、でちょうど持て余したマットがあったので、このマットを使って3段セット組みたいと思います。ちょっと水分足りないんで加水しますか。よいしょ。よし、これくらいかな。はい、ではこのケースに詰めていきます。はい、では材をゴロンと入れまして、またマットを入れて材を埋めていきます。マットをガチガチに詰めていきますけど、そもそも材が柔らかいんでね、今回ガチガチ固めるのはあんまり意味ないかなと思ってます。はい、完成しました。こんな感じですね。あとはゼリーを置いていきたいと思います。あとこういうのが手元に余ってるんで、これを切って転倒復帰剤として入れましょうかね。よいしょ、このくらいでいいかな。はい、もう一個。はい、よし。あとゼリーですね。はい、では交尾の終わったメスを今から入れます。投入。はい、よし、頑張ってたくさん産んでくれよ。よし。はい、ちなみにこのメスのサイズは40ミリですね。はい、WF3 になります。なのでこれ卵が取れたら、その子は WF4 になりますね。 WF4。 はい、でね、ちょっとこのブリードルームの温度が20度前後ぐらいなので、今24度ぐらいの温室にね置いて様子を見たいと思います。多分ね、温度少し高めの方が産むとは思いますので、温度をかけてね、様子見たいと思います。はい、今日のうかっこー、こちらです。はい、アクベシアヌスミヤマクワガタですね。アクベシアヌスでね、また例によって出てきてます。はい、自分の洋室から自力で出てきてますね。よし、じゃあ早速出していきましょうか。はい、こちらですね。いや、かっこいいですね。サイズは80ミリ台かな。はい、ちょっと恥ずかしながら、うん、いやでもサイズにしては顎かっこいいな。ちょっと木に乗せてみますね。はい、はい、よし。はい、きれいにしましょう。はい、ごめんね、ごめんね。おっと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 、大丈夫か。いや、アクベシアヌスかっこいいですね、やっぱりね。
こ横から見た感じ。お、勇ましいですね、ポーズが。勇ましいポーズ。よし、じゃあまあせっかくなんで体調の方を測っていきましょうか。よし、それでは測っていきましょう。80ぐらいでちょっと置いといて、はい、ではいきます。やっぱ80ミリ台ですね。90はないです。はい、わかりますかね。はい、今顎が乗ってますね、つっかえてます。はい、こちらです。88ミリ。うん、やっぱ90届いてないな。はい、88ミリでした。あ、ちなみに最後の幼虫体重は26グラムですね。はい、こんな感じです。はい、ということで今日のうかっこはアクベシアヌスミヤマクワガタでした。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。